お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今回奥の方の鳥居が、地盤が緩んでてこれ以上先行けないってなってたんで、定点カメラを設置して、はい、自分たちはこの建物の周りをですね、そうですね、調査していきましょうか。はいはい、皆さんこんばんは、翔生です。本日は檜山神社の方に来ております。檜山神社の方はちょっとね、立ち入り禁止、地盤が歪んでちょっと危ない場所があるので、定点部の方に任せて、僕と新人はちょっとこの辺をね散策したいと思います。檜山神社の隣にある権現山には一度来たんですけど、何かしらねまた追加で載せれたらなと思っております。はい、ではちょっと回ってみたいと思います。でも本当に古い感じですよね、かなり。確かにそうだね、古さはあるよね。灯籠とかもちょっと割れてるところとかもありますし、視界の悪さで言ったらかなり雰囲気はあるかなと思うんですよね。で、自分昼間ここを下見しに来た時にこっち側からなんか音みたいなの聞こえたんですよね。音、どんな音？本当に木を揺らすようなガサガサガサっていう音で、多分映像に入ってないだろうな、音入ってないだろうなって思ってあんまり触れなかったんですけど、結構気になるような音で、でももちろん人もいるような感じではないんですけど、この奥はなんか建物とかもありますけど、そうですね。で、この距離感なら人いたら気づくと思うんですよね、気配とかで。心なしか霧が濃くなった、なんか霧がかってるように見える気がする。ちょっと見えづらいですよね。なんか太鼓の音が聞こえる。多分下界の音かなと思うんですけど、下の方、太鼓の音聞こえてきますね。下の方でなんか太鼓を叩いてるのかな。ここ結構山の上なんで、音はいろんなところから聞こえてくると思うんですよね。でも前に翔生さんが話してたじゃないですか、橋本京明さんが神社は夜の方がやばいって言ってたじゃないですか。神様が眠って幽霊とかが近寄ってきやすくなるっていう風に。近づくんだろうね、こういう時の方がね。やっぱり神社とかって夜になったら一気に雰囲気変わりますし、特にこの古いような感じの場所だと、霊感ない自分たちでもなんか雰囲気みたいなのは感じますよね。この先は手洗い場があったり、あそこの石碑は檜山神社って書いてあるやつなんですけど、あの鳥居が崩れてしまってるんですよ。もうがっつり石の部分が落ちてきてて危ない状態なんで、自分たち今回視界も悪い夜なんで近づかないで定点カメラを回そうっていう風にしてるんですけど、今回ちょっと自分バケタン持ってきたんで、お、ほんと、ここでバケタンしてみたいなと思うんですよね。そしたらやってみようか。緑ですね。緑、悪いものではない、悪いところではない。やっぱりちょっと一瞬でも赤出てくるとちょっとびっくりするよね。どんどん霧が濃くなってきてるよね。やっぱり今日のその天気もあるとは思うんですけど。大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。まあ、何かあったら連絡ください。はい、了解です。トランシーバーの音に慣れませんな。いや、本当に慣れないですね。だいぶ前ですけど、うん、一回あの本編検証の時に権現山来てたじゃないですか。あれですね、見えてきたね。木のところに顔が見えたって言ってたんですよね。確か木とか、うん、この上の木ですよね。うん、何の変哲もないというか普通の木ですよね。木とかって結構顔に見えるみたいなことって多いじゃないですか。うん、確かに顔が映ってたっていうのは今ライトで照らしてる木のところですね。あそこでしたよね。確かこの辺りだったと思う。ちょっとここでもバケタンしてみません？うん、そうだね、やってみようか。緑、ここも緑ですね、うん、バケタン的には何もない普通の場所っていう、うん、ことだね、うん、まあでもあの写真本当に顔に見えましたもんね。本当そうだよね。そしたら戻ってみようか。新人はここに来たことはないのか。来たことないですね。まだあの時は3人だったもんな。入ってなかったの。この権現山の展望台なんだけど、はい、この展望台の平和の鐘っていうのがあって、はい、その鐘を鳴らすと死ぬと言われております、はい、まあ、実際鳴らしたんですけど生きてます。大丈夫でした、はい、あー結構草が生えてるね。こっちからじゃなくて向こうの階段から行こうか。階段があるんですね。うん、はい、ちょっと U ターンします、はい、めっちゃピコピコ言う。そして全然数字が変動しない。なんだろう。草揺れてっていうこと。でも